はい、どうもコマです。シティーズスカイライン実況続きやっていきたいと思います。はい、今回はですねプレステーション4版に新しくまたダウンロードコンテンツパークライフが配信開始されましたので、早速プレイしていきたいと思います。新規追加内容見ていきましょうか。公園エリア公園整備、お好きな形サイズの公園を公園エリアツールで作成、エリアをレベルアップ、レベルアップなんてあるの。新しい公園施設をアンロックしましょう。成長要素あり、入場料を課すことができると。ああなるほど、公園整備サービスなんていうのも新しく増えたんですね。新たなプロップと施設、ゲームプレイの幅を広げる300点以上の新アセットを追加。新たな公園のプロップや施設、車両やモデルに加えて崖、洞窟、樹木、地形変更アセット、いいね。いろいろなんかこれ小道具みたいの配置できるイメージで合ってるかな。新たなマップ、はい、5個も増えましたね。なんか群島っぽいのが左上にあるな。新しい条例、はいはい、これもパークライフオリジナルの条例が追加されたと。観光客の到来、町の観光業を発展させて新しい観光客モデルであふれる人気の観光名所にしましょう。観光客情報ビューなんていうのが増えたんだね。ウォーキングと観光ツアー、ウォーキングツアー、観光バスツアー、熱気球ツアーが新登場。なるほど、自分でルートを設定して、ツアーを作れるってことか。樹木と騒音郊外、街路樹はこれまでも騒音郊外有効でしたが、マップ上それ以外の木々も周辺の騒音郊外を軽減するようになりました。おお、木がパワーアップ。プロップの拡充、レジャー地形変更、公園管理メニューにさらに多くのプロップが追加されました。はい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 、ああ、もともとなんかね、ナンパ船とかあったよね。ああいうのを自由に置けるようになったということですね。ああ、いいね。さらに個性豊かな街づくりができますね。新たな特殊施設とモニュメント、また増えた。グリーンシティでも1個増えたけど、また増えたんだ、モニュメント。俺いつまで経ってもシーズン2終わらせらんないじゃん。はい。ということで、パークライフですね。やっていきましょう。あれ、ちょっと待って、なんかアイコン変わってない？公共サービス、医療、教育、緊急サービス。おお、なんでこれ、レジャー。あ、なるほど、メニューが増えたからまとめられたんだ、ここら辺。そういえばさ、なんだっけ、新機能でシネマティックカメラっていうのが増えたんでしょ。これ先ちょっとそれ見ていいかな。あった、これか、シネマティックカメラ。はい。おーおおおお、動かせるわけじゃないんだよね。なんかね、カメラがね、勝手に動いてこういろいろ、ほら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 、これ俺何も動かしてないよ。勝手にこうやってね、やってくれるんだよ。結構真上から見下ろす感じだね。いろんなアングルあんのかな。おーおお、もうちょっと都心を映してほしいな。ああ、すごい曲がった。へえ、なんか味気ないとこばっか映すな。なんかこれ夜景とかで見たら綺麗そうだよね。お、なんか変な動きした。何この動き、ちょっと待って。じゃ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 みたいになってるけど、はい、シネマティックカメラでした。なんかうんって感じ。まあでもね、無料アップデートでこういうのが追加されてくるのは嬉しいよね。じゃあ早速公園を作りましょう。これでしょ、公園管理、公園エリア、ペイントツール。どこにしようかな。ある程度やっぱり大きいの作りたいよね。この辺りにちょっと作る、破産するまで帰れまってんのとこの森を少し縮小してここら辺に作るか。ちょっとこの真ん中の高速邪魔なんでルート変更しよう。これこんな感じかな。こうやってぐるーっと迂回して、元の道につながるようにしました。はい、で、公園エリアペイントツール、はい、公園地帯とする。そう、ほら、公園って従来からあった区域、特区はなんかくっついたりしないんだね。全く別物ですね。で、作れる公園4種類あるんですよ、大きくね。都市公園、遊園地、動物園、自然保護公園。私この中で、とりあえずは動物園を作りたいんですよね。動物大好きなんで、動物園と遊園地をくっつけたいよな。なんかそういうくっつけるのもできるんですよ。
1個のねこの指定した公園区域の中で複数建てられるんで、まあ、メインに動物園を持ってきつつも、遊園地とかちょっとちょいちょい足そうかな。で最初メインエントランスを作んなきゃいけないはず、確か動物園のメインゲート、これを作んなきゃいけないですね。でも道路沿いか、そうかそうか、道路ですね。そうですね、観光客の道筋になるわけなんで、ちゃんとした道路じゃなきゃ渋滞するよな。とりあえずここかな、ここから伸ばしたい。わ、変なの伸びてるそうだそうだ、破産するまで帰り待てんのやつか、これ邪魔だなこの辺りから伸ばす、こんなでいいでしょう。どうしようかな、横からこう入っていく感じでしょうか。こう入ってこっちからも抜けれるようにすると嬉しいのかなって気はするけどな。いける、あー傾斜急すぎますか、やはりダメか、やはりダメだな。動物園のメインゲート、ここかい。おお、矢印が書いてあるね、なるほど。でーん、おお、パインアニマルワールドがレベル1に到達しました。以下の施設が解除されました。レベルアップったってまあいいや。ヘラジカトナカイエリア、サイドゲート、土産屋、レイヨー、トイレ、バードハウス、カフェ、動物園の広場。逆に今は多分これしか配置できないんだな。ゾウとか行けないのかな。公園エリア情報、パインアニマルワールド、名前がちょっといけてない、名前変えよう。任天堂の某大人気動物ゲームにあやかりましてネーミングしました。飛び出す動物が檻で、そうか、入園料チケット価格も変えれるんだね。次のレベルまでの総訪問者数が500人くればレベル2になるってこと。ん、次のレベルまで娯楽度なんてあるの、経験値みたいな感じ。メインゲートがこんな感じで、こっから、はいはい、ここに多分これあれだよね、歩道を伸ばしていくんだと思うんだけど、いいね。ちょっとなんかあれだな、入ってすぐのところいきなり動物はちょっと味気ないから、最初はなんかさ、ようこそみたいなこのウェルカムな感じの広場が欲しいよな。動物園の広場、あ、これこれこれ、広場ドン、おお、広場、言うほど広場か。うん、お土産屋さん、お土産屋さんはやっぱりこのあれだよね、帰り道だよね、ここに欲しいなここでしょう。ちょっとね、後から市民視点でじっくり歩きましょう。もうこれ別ゲーだよね動物園作るシミュレーションゲームじゃん。トイレ、あ、トイレもね、お帰りになる前にちょっとここら辺にね置いといた方がいいかな。ヘラジカトナカイエリアとバードハウス、レイヨー、以上かいこんな魅力のない動物園もないよ。もっと肉食うやつを、まあやっぱりなんかいろいろ織り交ぜていくんだろうね、他のまだ遊園地のね設備とか。ん、あ、そうか、遊園地のメインゲートを作ってないからアンロックされてないっつうことかな、これは。もしかしたら一旦これをじゃあメインゲートを作って削除すればいいのかな、とか適当なところに一回作ってみようか、試しに。ここら辺に、はいはい、レベルアップ、ミッキーランド。危ない危ない危ないちょっと待って、これ大丈夫俺。おっと、誰か来たようだにならない、大丈夫。おお、ゲームブースとかあるね、これミッキーランド危ないな。あー、でもあれだね、マスコットキャラクターは大丈夫だね、あのネズミじゃないね、あれだ、シティーズスカイラインのマスコットのチャーパーだっけ。これ消そう、危ないから消すわよっ、エンパイア都市公園では残っちゃったな、ちょっといらないんだけど。これで作れるようになってるのかな。あ、ちゃんとアンロックされたね。じゃあ同じように他のも作っとこう、エントランスだけ。おーし、よしよしよし。あー、都市公園はやっぱりこのシンプルですね、トイレ、カフェ。よっ、はい、レベル1。あ、テント、なるほど、キャンプできるんだ、いいじゃないの。ちょっと山っぽい感じにもしたいんだよな、全部平面だとなんか味気ないよね、あえてここは
山を作ろうか。おお、なんか増えてる、すげえ。え、壁とフェンス。おお、なるほどね。公園フェンス、遊園地、動物園、これ自然保護公園、動物園フェンス。おお、歩道もなんかめちゃめちゃ増えてる。あ、そっか、これもそうだよね、動物園の歩道とかあるもんね。あ、なんか植物も増えてる。サトウカエデ、1位マジュロ。人生で初めて口にしたわ、マジュロ。え、植物いっぱいあるの、すごいね。なにこれ。崖。あー、エアーズロック的なね、崖。すげーな。プロップってどこにあるんだろう、その小道具的なものって。これかな、レジャー。おー、これかな、パビリオン。あ、ベンチとかあるぞ。お、すげえ、ベンチだ。噴水、ゴミ箱。わ、すげえ、なにこれ、高級ベンチ。あ、やばい、これはかなりパソコン版との差が縮まったのでは。機種の像、ちょっと、お、すごい。意外とでかかった。公園整備、公園整備棟。公園整備棟は公園の整備車両を収容整備する施設です。この車両は街のあちこちを走り回って公園の性能を高め、娯楽の値を上昇、範囲拡大します。ああ、これは必須ですね、きっとね。うん、ちょっと奥の方をデコボコにしてみた、丘っぽくね、してみましたよ。で、ヘラジカトナカイエリアを、うちの飛び出す動物が檻、動物園の言いにくいな、目玉です。高速のギリギリそばだけど。おお、すごい、中に入るものではないから近くを通れば OK？ ん？あ、違う、歩道がついてるのか、ここにつなげるんだな。なるほど、こっちかな、こんな感じでつなげるのか。へえ、面白い。何これ、動物園の地面のタイル、広範囲を覆える装飾用のタイルだって。え、こんな感じでできるってことか。おお、楽しい。やばいな、これちょっとグリーンシティとは比較できないレベルのやり込みができそうですね。あ、ちゃんとよく見たらあれだね、娯楽度がそれぞれ設定されてるね。カフェは娯楽度50、土産20、トイレ10。おお、ヘラジカトナカイ120もある。バードハウス作ろうか、バードハウス120で、いや、なんか一個一個やっぱでかいな。ヘラジカの隣に置いときましょうか。で、こうしてあげると多分これ繋がってんだよね、きっとね。すごい傾斜だけど。レイヨー、ヤギっぽいやつでしょ、レイヨーって。ちょっとね、他にもスペース余ってるけれども、あー、でもやっぱり一個一個はでかいからな。こっちの方はなんかちょっと遊園地エリアとかにしたいんだよな。遊園地系作りたいな。メリーゴーランド作るか。あ、すごいね、こっちもプロップいっぱいあるじゃん。コインゲームとかバルーンカートとか、すごいな。この動物を見に行こうとしている子供たちをこのメリーゴーランドで吸引してくれる遊園地のタイル、ちょっとここ一大遊び場にしようかな。こんな風にタイルを置いて、ここら辺にね、テーブルセットを置いて、メリーゴーランドに乗って遊ぶ子供たちをお父さんお母さんが見るという塩梅ですよ。地下鉄欲しいよね、地下鉄。あれ、何これ？ん？これ何これ？ああ、これがツアーか。おお、熱気球ツアー、観光バス車庫。やべえ、何これ？ウォーキングツアー、チェックポイント。なるほど。ウォーキングツアーはやっぱりあれかな、この動物園内かな。ここから土産物屋さん前からスタートして、いきなりゲーセン寄って、これなんだっけ、レイヨーを見て、ヘラジカトナカイを見て、でバードハウス作ってみた。いや、すごいね。ちょっと観光バスはもうちょっと後でやりましょう。一旦ここに来るまでの地下鉄駅を作りたい。動物園駅で作りましょう。そっか、観光客だからな、空港からがいいんだろうな。遠いな。エアポートが遠い。すげー
げえ長さの直通の路線作っちゃおうかな。よし、繋がった。エアポート直通、飛び出す動物が降り開園でございます。ちょっとお客さん来るまで多分時間かかると思うんだ。あ、なんかいる、なんかいる、なんかマスコットキャラクターがいるね。あれね、ちょっと待って。あ、そっかそっか、忘れてた。このゲームがシティーズスカイラインだってことをすっかり忘れてた。電気よし、ちょっと見てみようかな。徒歩で警官が立ち入り検査です。おお誰に向かってあいつを振りまいてるのおお、そして奥にもまだマスコットキャラクターいるっぽいな。あれ、これ土産物屋さんか。中には入れない、残念。広場、誰もいない。これが見てやるよ今側転してなかった？おー、すげえ側転してる。いっぱいいすぎだろ、やといすぎだろ。これどんだけいるの。なんか色違いもいる。何これ。あ、チャーパー体気持ち悪いな。チャーパー、いつも顔だけしか見てないから気持ち悪いぞお前おお、トナカイ、これはトナカイ、ヘラチカ、どっちだ。うん、全然わからん。あ、これトナカイだね。おお、すごい。ん、これヘラジカいや、これトナカイだよね。これがヘラジカだな。これヘラジカです。今ググった。これがトナカイか。ちょっと小柄だよね、ヘラジカと比べて。かわいい。レイヨー、まあヤギですね平和だな。バードハウス、わ、いた、キモいな。いけんのこれ、よいしょ。あー、なんか、あ、ガチョウっぽいのがいる。白鳥か。あ、めり込んでる、岩にめり込んでるあー、すごいすごい、白鳥じゃん。こっちはあれなんだ、ワシ的な。おー、すごいすごい、飛んでる。メリーゴーラン、あ、お客さん乗ってんじゃん。あれ、これちゃんと来た観光客かな。あたかも乗ってる風なだけであって観光客が乗ってるわけじゃないのかな。だって周り歩いてないもんね、観光客ね。おー、来た来た、車来た車来た。さあ君はどこに行くんだい。バードハウスに行くそうです。市民視点で追跡しようお前かー、わ、すげえ、こいつなれるんだ。よし、あ、これでカムフラージュバッチリだね。他には目もくれずバードハウス一直線って、よほどの鳥好きだよねこのおばあちゃんね。おー、入ってった。おばあちゃん、この坂を戻ってもせず。見えてない、おばあちゃん見えてない、それ全然見えてないよ後ろでシャーパーが一生懸命頑張ってるから見てあげてそうか、整備、なんか整備施設なかったっけ。これか、公園整備棟、これは作っておきたい。でっか、めちゃめちゃでかいな。ここでいいかな。これだとどうなんでしょうね。これか、木がある広場。あ、そういうことか。この公園だけじゃなくて外にも行くんだ。普通の公園も整備してくれるってことか。へえ、なるほど。お、すげえ来るじゃん、真っ赤な人ばっかり。赤いななんでこんな赤いんだっけ。あ、そうだ、情報ビューになんか増えたって言ってた、観光客の。お、これかな、観光。あ、マップ上で観光客が多いところは紫になるんだ。ツアーはどうなってます。ツアー参加されてる方いませんか。お土産屋さん前で確かツアーが、これそうじゃね、ズー、なんて書いてある、これツアーなのかな、これツアーの目印かな。ツアーなんか情報ビューで見れるんだっけ。ありました、ツアー。あ、ゼロですね誰か
誰かツアー参加してやってくれよ。観光バスツアーやってみてえな。あ、気球もあるね。まずちょっと観光バスやってみようか。やべ、楽しいなこれ。このアピールって何？観光客に魅力度が高い場所っていうことでいいかい？これアピールって。ここら辺すごいな。ショッキングモールのあたり。あ、大聖堂とか。そうか、特殊施設が多いからか。なるほどね。じゃあちょっとここら辺を巡るバスツアーを一つ企画してみようかな。でーん、観光バス車庫。おう、そうするとアンロックされる観光バス停留所。観光客が来るのって大体やっぱり空港なんですよね。エアポートの地下鉄駅に停留所で、最初は何を巡るかというと、はい、レッキングクルー。なんだっけこれ、労働者の像だっけ。ここを見ましょうか。このショッキングモールあたりかな。ここら辺のこれなんだっけ、オペラハウスだっけ。ここ停留所で、コロッセオ、このシティーズスカイライン作った会社の本社ビル、敬意を表して停留所追加。あとやっぱりあれだね、首狩り族の村でみんな首を狩られてもらいたいんで、大聖堂。よし、一つ作った。もう一個作ろう。でもそうか、宇宙エレベーターからも観光客流入するよね。モニュメントの宇宙エレベーターのところ、ここここここ、これこれこれ、ここに観光バスを、はい、フーリガン島と飛び出す動物が降り、ここだね。あ、観光バスと普通のバスの停留所はかぶれないんだね。これが観光バスのバス停。待ってますね。あ、2人待ってますね。楽しい。じゃあそれまでの間、私が君たちの暇つぶしをしてあげよう。やっほーい、はーい、よーっはいあ、そうだ、条例か。なんかつけようかな。動物愛護、動物園飼育を手厚くし、動物たちが楽しめる気晴らしを増やします。あ、いいじゃない。娯楽効果 20% 増加、費用動物園施設あたり10。全然いいです。宣伝キャンペーンする。宣伝、町全体に公園を宣伝し、訪問者を増やします。訪問者 20% 増加、やりましょう。メインパーク、公園を都市の観光の中心に据えて、より多くの観光客を引きつけます。この条例を複数の公園に設定した場合、これらの公園を同じように訪問者を集めます。これデメリットないんじゃないの。メインパークにします。花火罰金はしません。花火って、あ、毎晩花火が上がりますか。これやりたい。ちょっと夜だね。ナイトツアー、夜間に特別なツアーを実施し、訪問者が夜の公園を楽しめるようになります。夜間訪問者 30% 増加、費用週50。全然いい。楽しい遊園地、遊園地の施設の娯楽の効果 20% 増加、やります。リサイクルもします。ほとんどやってんな。熱気球ツアーもやりてえな。熱気球ツアーのサービスは、熱気球を収容整備し、都市全体を巡るツアーを実施します。出発地点付近のアピールが高いとツアーの人気があります。出発地点付近のアピール、へえ、うん、アピール高いところ、お、なんかでかいぞ。あれか、飛行船と同じような広場が必要なんだね。大聖堂の向かいあたりに作る。作っとこう。アピール度高いよ。おお、すげえ。これは何、どうすればいいの。あ、これはどっかに行くとかじゃないのか。自分でルートを設定はできないんだ。おお、すごい、めっちゃ楽しい。何これ、おお、燃えてますな。お、天井が上から見れるってなかなかないよ。あ、これは楽しいね。これ乗りたいわ俺も。夜になってまいりました。花火待ち、花火、あ、花火だ。おお、花火だ。すげえ、すげえ、すげえ雲ね。おお、花火なんか低くねえか、花火もっと高く上がってほしかったんですけど、低くないですかねこれ。めっちゃ低いな。
なんか普通にコンビニとかで売ってる花火っぽい。あ、来た。飛び出す動物の檻がレベル2に到達しました。昆虫、両生類、爬虫類館とバイソンエリアだって。おー、やった。早速作りたい。作ろう作ろう。バイソンエリアをじゃあ、バードハウスの隣に置きましょうか。ドーン。わー、暗くて全然わかんねえ。ちょっと待って、花火もういいや。爬虫類館はここら辺、ここら辺に隣に作れるかな。この辺りに作る。よっ。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。おー、立派、立派っつうかすげー段差。なんでこうなっちゃうんだっけ。これ人入れないんじゃない。またバイソン。あー、これおなじみですね。市民視点でおなじみのバイソンくん入ろう。あー、はい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 、なじみ深い。お前ら何やってんだよ、仕事しろよ。バイソン見てはしゃいでんじゃないよ。バイソンだ、わーい。条例も増えたのかね。公園だけじゃなくて、あー、ありますね。公園優遇、エリア内の観光客が特殊施設よりも公園を訪れやすくなります。これはまあ別にいいかな。公園整備の徹底、エリア内公園設備、公園整備サービスのシフトを倍にします。費用は増えますが公園整備がより効率的になります。あー、シフト長さが 50% 増加。あ、いいんじゃない、これやろうよ。ん、都市計画にも1個増えたね。アクセス増強だって。エリアの外部との接続処理能力を高め、観光客を乗せた車両をたくさん呼び込みます。これにより都市にやってくる訪問者の数が増えます。外部接続の交通容量が 20% 増加。ボート、飛行機、鉄道、自家用車に適用される。費用1週間1万。これはなかなかのもんですよ。やるけど。これはなかなかでしょう。ちょっと経済大丈夫、大丈夫だね、多分ね。増やしたけど。あ、すごい、バスが止まってる。何このバス、キャンピングカーだ。すごい、こんなの増えたの。いいな、キャンピングカー。レイヨー見に来てるわ。え、でかっ。あと、そうか、モニュメント増えてる。あー、増えてる。え、これか、ロードチャープウィックの城。大きな都市には立派なお城が必要なもの。ロードチャープウィックの城はそのニーズを満たす建物です。全体の娯楽の値が100あり、すべての特殊施設の魅力が 25% 上昇します。あ、ますます観光客が来やすくなると。シティアーチを建設する。シティアーチってなんだ、これか、シティアーチ。道路をまたぐ記念碑的なゲートです。道路の観光客容量が 5% 増加します。お、なるほどなるほど。あ、いいね、あ、いいね、これね、いいね。あ、作りたい、ちょっと作りたい、待って。あー、でも橋じゃダメか、橋はダメか。いやー、めっちゃ作りて、めっちゃ作りたい、これ。もうさ、もうちょっとこれ一回してもしょうがないから、作れないかな。こうするといける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 、ここに作れるね。とりあえず作る。こう、こうしましょうか。起きたね。ああ、こうしましょう。どうしてもシティアーチを建てたかったんや。おお、立派、シティアーチいいね。次は時計台を建設する。高くそびえる印象的な時計台です。人々が時間を守るようになるかもしれません。列車が 20% スピードアップします。だって、マジか、大丈夫、事故んない。なぜ時計台にそんな効果が。おお、すごい、ドーン、作った時計台。おお、立派。ゴールドマーケットストリートを建設する。ゴールドマーケットストリート、あ、ロックかかってる。ウォーキングツアー 5000m 設置する。いや、もう設置するだけなら別にね、できんじゃない。邪道かもしんないけど、適当に伸ばしてさ、こうやってこうやって伸ばして、よし、これでアンロックされたでしょう。はい、されました。
ちょっとさすがに今の作ったのはひどすぎるんで消しますけど。よっ、おお、すごい、お城みたいじゃん。おお、いいね、雰囲気あるよ。いいよいいよ。グリル一瞬チラチラ見えるのが嫌だなさあ、あとは海の要塞を建設する。海の要塞ってなんだい。これか、公園エリアレベル5にする。あー辛いまだ今レベル2だもんな。ちょっとこれ時間かかりそう。これもかな、展望塔もかな。きっと先にこれ建てちゃうか。多分これもそうだと思うんだよね。高くそびえる針のような形の塔で、頂上に展望デッキとレストランが設けられています。すべての公園と広場の影響範囲が 10% 拡大します。これすげえな。ちょっとなんか特殊施設なんだけど、結構効果的にはモニュメント寄りだね。あとこの辺りに作りましょう、ショッキングモール。はい、おお、あ、なんか回ってる回ってる。でも俺は回らない。おー、すごい。あー、でもちょっと展望気分、これはいいね。レベル6もあるぞ。コロッサルス像、海岸にそびえ立つ巨像です。コロッサルス像は都市に滞在する観光客を 20% 増加させますって。すげえな。これもこれ都市公園エリアレベル5か。都市公園、それは次回かな。ちょっと延々とやってしまうので、ちょっとそれは次回に回しましょう。はい、今回はとりあえずモニュメントまでは届かなかったけれども、動物園を一旦作りました。いろいろ他に動物欲しいけどな、まだだな、レベルアップはね。2500のうち998人だからまだまだだな。あ、ちょっと待って、最後に車って車種増えたかな。なんか、はい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 、変わんねえか。お、来た、キャンピングカーで、やった、いいね、キャンピングカー。おー、色変わった、キャンピングカーいいなはい、じゃあちょっと今回はここでおしまいにしましょう。次回モニュメント開放に向けて動物園をさらにレベルアップ、あとは都市公園だっけ、作っていきましょう。はい、ということで、よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方をお願いします。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。